まず本日の新規感染者数でありますが、155人ということで、これまでから大きく伸びました。過去最多ということでございます。でこの155人というオーダーは愛知県で言えば600人ないし600人超え、それから東京都で言えば、人口比対比でですね1000人から1000人超えということでありますので、そういった水準の大変深刻な数字であるということでございます。で、その結果としてこのいつも見ていただいているグラフなんですが、1週間の移動合計でありますけれども、45.05 人ということで、過去最高の1月のこの水準をはるかに上回った、こういう突出した姿になってきているということで、かつまだ、その下方に向かう兆しも見えないということでございます。それから病床の使用率でありますが、62% ということで、いろいろと工夫をして、現場大変苦労して、いただいてますけども、ほぼこれまでの最高の水準に近づきつつあると、こういうことでございます。また内容的には、相変わらず若年層の感染が多くて、20代以下でいうと 43%、30代以下でとりますと 57% ということで、だいたい4割台、6割前後という水準で、このところ20代以下、30代以下で切るとですね、ということでありますし、それから高齢者福祉施設で新たにクラスターも発生しております。細かい点はまた堀部長の方からの後ほどご報告させていただきます。それから、ということでございますので、お手元にまん延防止等重点措置の対象区域の拡大等についてという資料ございますが、ありますように、下のちょっと太い四角で囲ったところを見ていただきますと、対象地域をですね、六市町追加をするということでございます。高山市、瑞浪市、江那市、山形市、下呂市、御嶽町ということでございまして、要請期間を日曜日から5月16日から5月末までということでありますが、2日ほど猶予期間は置こうかと思っております。内容的にはこれまでのまん延防止等重点措置の対象区域と同じでございまして、特に終日酒類の提供を行わないということ、それからカラオケ設備の利用自粛ということで、ございます。例えば下呂市で言えば温泉町でありますけれども、終日酒類の提供を行わないことと、こうなるわけで、ございます。それからそうしますと、これで42市町村のうちの22の市町が、まん延防止等重点措置の対象になるわけでありまして、残りの20の市町については、同じくこの四角の中にありますように、その他地域と書いてありますが、法第24条9項、これは一般的な行政指導としての、まん延防止の重点措置ではなくて、一般的な行政指導としての時短要請を行うということで、これまた5月16日から16日間ということで、要請内容としては5時から20時まで、それから酒類の提供は11時から19時まで、カラオケ設備の利用自粛ということでございます。で、ご協力いただける向きには、中小企業であれば 2.5 万円から 7.5 万円。これは上の資格を見ていただきますと、まん延防止の場合には3万円から10万円でございますので、少し単価は下がりますが、協力金が出るということでございます。大企業についてはまん延防止と同様で、ございます。猶予期間をやはりここも2日間ほど設けたいというふうに思っております。この部分は飲食店等に対する時短要請のさらなる強化という意味でございます。それからめくっていただきますと、県民事業者の要請ということで、これまで申し上げてきたことの延長線上で、さらに強化徹底するという趣旨でございますが、
発熱等体調不良の方が出た場合には、ご本人のですね、すべての外出行動、出勤、通学ももちろんでありますが、ストップするということで、職場、学校、家族の間で、徹底をしていただくと。で、またその職場、学校、家族におきましても、本人以外の関係者の健康状態について、注意深く確認を続けていただきたいと。異常があれば直ちに検査をしていただきたいということで、このところ、職場、家庭、学校における、クラスターの発生が多く出ておりますので、そういったことを意識をした、これまで以上に徹底をした、健康状態の徹底ということでございます。それから2番目の丸がテレワークとローテーション勤務、これはもうすでに申し上げておることでございますが、さらに徹底をお願いしたいということであります。で、その他に、個別にちょっとこう4つほど書いてありますが、特に、事業者の方々に対してはですね、そのお店に入られる方、あるいはそのイベント会場に入られる方に対して、マスクの着用の徹底でありますとか、そうした感染防止対策をしない方の入場、入店はですね、お断りいただくとかですね、こういったことを自主的にやっていただきたいと思っております。で、これらにつきましては、明日午後ですね、各経済団体、あるいは教育関係、いろんな方々の例の、コロナ対策の協議会がございますが、この協議会を通じて、それぞれの団体に徹底をお願いすると。団体からそれぞれの参加の企業、あるいは組織に徹底していただくということでございます。それからお手元に青と黄色のこの表が配られたと思いますが、この黄色の部分が当初、この時短の対象にしたところですね、まん延防止の対象にしたところで、あと青色がそれに追加をした部分でありますが、で今回の追加は高山市34件、この1週間、これ1週間のこの患者数でありますが、水波市が17、江名が7でありますが、もう江名、水波はほぼ一体だという、漁師の皆さんの認識ですから、これ一体として考えようと。山形が15、から下呂市が16、それからずっと下りまして、御嶽町が11ということで、これで2桁を記録しているエリアは全部、網羅をしたと、そして、一体性を考えて、エナもここに入れさせていただいたと、いうことで、この1週間のこのまん延状況の中で、めぼしいところは、ピックアップをして、対象にしたということで、ございます。このまん延防止等重点措置というのは、制度的に、県を指定して、その県の中で特定の地域を重点措置をする地域として指定するという制度でございますので、国とも相談をしておりますが、こういった問題含みの地域をピックアップして指定していくというやり方をしているわけであります。で、話はまた戻りますが、冒頭申し上げましたように、この新規感染者数の数字、45.05人、この数字はほぼ、今回緊急事態措置区域になりました広島県、岡山県あたりと匹敵するような数字でございます。また病床使用率も6割を超えておりますし、そうしたことを考えますと、本県としてもですね、まだまん延防止がスタートしたのが9日でございますので、ちょうどこのまん延防止対象地域としては1週間経ったところでありますので、着実にこれを増やしながら対策を強化していくわけでありますが、今回の今日の数字を加味しますとですね、緊急事態措置区域に手を挙げるということも視野に入れておく必要があるんではないかということで、急遽今晩8時からですが、専門家会議を開くことにいたしまして、こうした実態をご説明しながら、特に緊急事態措置地域に向けて、本県としてどのように、話を議論をしていくかということについて、ご相談をしたいというふうに思っております。と合わせて、先ほど申し上げましたように、明日の午後、各界の代表の方々、そして、市町村長さん方とも、入れた協議会を行いますので、そういったところでも、そうした県の
方針について議論をしたいというふうに思っております。それから今回の6つの市町への拡大については、当該市町のが合意しておられることはもちろんでありますし、またそれ以外の42市町村、先ほど緊急で市町村長さんのとの会議を開きましたけれども、16市町から22市町に拡大するということについては、すべての市町村の市町村長さんも、同意をしていただいたということで、ご了解いただいたということで、動き出すということで、ございます。私の方から以上でございます。はい、では幹事社新聞さん、はい、新日新聞の安田です。よろしくお願いします。今ご説明いただいたように、その拡大した6市町の、拡大した理由というのはそうだと思うんですが、はい、残りのところに関しても、はい、一定 の、 その時短要請をすると、はい、でこの意図というのはいかがどういうものなんでしょうか。制度的に可能な手は打っていこうということで、特に重点措置を取るべき地域をピックアップするというまん延防止の措置ニーズを照らしながらもですね、それに外れるところもこの県全体の今のこのまん延状況ですね、数は少ないといえども広くこう広がりつつあるということに対する私どもの危機感の表れとして、それ以外のところもですね、時短要請を行政指導としてやらせていただくということで、これも20の市町村についてですね、ご了解いただいておりますので、積極的に協力していただけると思っております。実質的にはもう全県でやるというような、実質的に時短については全県を広げるということでございます。でもちろん行政指導とはいえ協力していただければ協力金も出るわけですから、単価が少し違うとはいえですね、出るわけですから、おっしゃるように実質的には全県に広がるというふうに考えていただいて結構と思います。もう1点です。やはり、今日また最多を更新して、はい、150人台というのは初めてだったと思うんですが、はい、やはりこれ、遡って、やはり大型連休中の行動というのが影響しているのではないかと思うんですが、その辺、改めて、その受け止めですね、教えてください。ほぼ大型連休中の状況が、このところのデータとして表れてきているんだろうというふうに思っております。そういう意味では、連休が始まる前にですね、非常事態宣言をしですね、それから非常事態宣言に沿った対策も打ち出してきたわけでありますけれども、そういうことにもかかわらず、広がってきたということでありまして、そういう意味では、振り返ってみてもっと厳しい対策を取り入れたかどうか、あるいは、その後の愛知県も含めてですね、全国的な急増の中で岐阜県としてもその大きな波をですね、かぶってきているのかという感じもいたしております。あと、先ほどちょっと緊急事態宣言のここへの、言及もされたと思うんですが、実際まだ国と の、 その調整というんでしょうか、その話というのはまだこれからということですか。そういったオーダーの数字になっているということについては、国とはですね、データ的なやり取りはしております。で、そこから先の、一歩を踏み出すかどうかについては、まさに今晩の専門家会合、明日の、各界の皆さんとの議論を経て、動いていきたいと思っております。ただ、この緊急事態宣言というのは、これはまん延防止と違って、国が国として判断してお決めになるということで、例えば今回のように要請が出ていなくても積極的に対応すべきということで判断されたケースもあるわけでありますので、国が判断されるという制度だという前提で、さあさりながらその現場としてはですね、岐阜県としてどう考えるかということについては率直にお伝えしていきたいと思っております。知事が常におっしゃっているその自宅療養ゼロの部分ですね、その病床使用率が相当上がってきてますけれども、この辺についての見通しというのはいかがでしょうか。ひとえに新規感染者がどうなるかということにかかってきているわけですから、そろそろこの辺りでブレーキがかかってこないとですね、少し危ないなという感じは持ってますね。並行して私どもとしては
宿泊施設をの追加とかですね、それから広報施設のやりくりとかですね、まあ、いろんな工夫をしながら、それからまた病床もですね、まあ、少しでも拡大するということで、まあ、検討していただけないかというようなことをですね、同時並行的にやっておりますので、まあ、そういう努力をしながらの、データになるわけで、そういう意味で非常に危機感を持って、まあ、懐を広げる、パイを広げる努力も合わせてやっているわけですけれども、ただこの増え方はちょっと尋常ではありませんので、大変危機感を持っております。最後にちょっと別件ですが、はい、ワクチン接種に関してですね、はいはい、まあ、県内のちょっと首長さんが優先的にちょっと打たれているというのがあると思うんですが、まあ、いろんなご事情があるかなと思うんですが、知事としてその、まあ、そういう部分があるということについてちょっと考えを教えてください。そうですね、まあ、それぞれの、まあ、市町村長さんなり地域のやり方がいろいろあるでしょうから、まあ、そういう中で判断をされていくんでしょうけども、まあ、市民、町民、村民の皆さんに十分理解を得られるように、まあ、説明をしていくというか対応していくというか、まあ、それが基本だろうというふうに、まあ、思っておりますけどね。まあ、私自身は高齢者でありますので、一般高齢者の接種が、まあ、今日から予約受付が始まりますので、私もその対象になるわけでありますので、まあ、かかりつけの医者と相談をして、進めていきたいと思っております。ありがとうございます。はい、では角田さんお願いします。吉村さん。はい、新聞の山本と申します。はい、今日、まあ、150人を超えたということで、まあ、連日100人を超えているんですけど、まあ、今後の見通しとして、まあ、このままこういう状態が続いていくのか、まだ増えていきそうなのか、減っていきそうなのか、今後はどのように考えていらっしゃいますか。なかなか予測難しいですね。といいますのは、一方で、なんて言いますかね、リンクというかですね、つながりの分かっている部分が、まあ、半数ないし半数以上ありますので、それはそれで、まあ、クラスターを追いかけていくといういつものアプローチでですね、やっていけるわけですけども、そうでない孤発例といいますかですね、どういうつながりから生じたものか見えないものも、分母が大きくなりますと数が増えてまいりますので、そういったものが、まあ、全県的に広がっているという中で、そこをどう見通していくかというのは非常に難しいところがありますので、一方で、まあ、その濃厚接触者を通じてつながりのあるところはどんどんその追求していって、検査をして抑えていくわけですけども、それ以外の部分も絶対数として増えてますので、まあ、一連の、まあ、政策なりアピールの、効果が、どこまで出てくるか、それから、まあ、近隣県とかですね、他県からの流入どこまで食い止められているか、まあ、そういったことの組み合わせですから、見通しというのはなかなか正直難しいと思いますね。まあ、当面は一日一日データを見ながら分析をしながら、対策を考えていくということかなということですね。はい、もう一点、まあ、先ほど緊急事態宣言についても言及されましたけれども、まあ、全国的に見ても、まあ、都市部だけじゃなくて地方ですごく広がってて、はい、まあ、全国にこう緊急事態宣言を拡大してという考えもあると思うんですけれども、知事としてはいかがでしょうか。まず全国ということはつづうらうらということですから、データを見ましてもかなり差がありますのでね、全国を一色に塗る、状況かどうかというと、ちょっとかなり差があるなという感じがしますね、そこは。ただ総体としてはこの感染者の水準がどん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 上がってきていることは事実ですし、水準が上がってくれば今は少なくてもですね、それが広がっていく恐れがあるわけですから、まあ、それを制度的にどういうふうに評価をして位置づけて対策をやっていくかということとしては、まあ、国全体としての対応かと思いますけども、今すぐ全国一緒くたにするのはいいかどうか、そこはちょっと判断分かれるところじゃないかと思いますね。はい、その他よろしいでしょうか。よろしいですか。
はい、それでは以上で、記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。